きそびとはよいよい山の誇りもいや高くえいやらよいとせよいしょよいしょよいしょ。If you live here, you can actually find people that still embody that samurai spirit. People like my sensei, for example, at the dojo I train at. Now, he's been doing kobudo, traditional martial arts, the traditional combat martial arts, for 80 years. He learnt from his grandfather as a five-year-old. His grandfather was a samurai. So there are people like that who still embody that samurai spirit. They're a bit difficult to find, they're not everywhere, but yes, you can find that samurai spirit here in Japan still. You've got to look for it.笑う門には福来たるということで七笑い、七回笑えば七福が来るという大変おめでたい名前から取ったものです。いつでも安心して飲んでいただけるお酒として、甘辛にこだわらず、うま口の酒として、食中酒として飲んでいただけるお酒になっております。サワラという樹種を使って主に製材をしてました。そのサワラという木で何か木工品ができないかなっていうことから、こういった桶に適しているっていうことで今桶作りをしてます。やっぱり使う人がこう使いやすい道具であるべきだし、やっぱりこの商品俺たちが作ったんだぞっていうので、もう自信を持って自分の顔を出せる商品作りを今しているつもりです。で、100年前の人たちが今我々が使うための材木を、ね、植えてくれたっていうこの過去があるものですからね。で、それを我々大事に使って、また100年後の人がそういった木を使えるように、山の方にもやっぱり我々目を向けてこう行かなきゃいけないもんですね、木っていうのは。木桶で蒸すことによって必要な水分はお米に閉じ込めて、不必要な部分は桶が吸ってくれてっていうのを繰り返しますので、木桶っていうのはすごく大事なんです。麹がいいものができてないと、その後のものいくら頑張ってもいいものができないんです。当店は味噌玉製法という日本ではすごく珍しい作り方の味噌を作ってます。明智光秀だったり織田信長だったりというのを、彼らがすごくこの作り方の味噌が大好きで、それを
職人にずっと作らせてたので、今名古屋ではこの作り方というのが、ずっと根付いてるんですよね。でこれがもう僕らもやっぱりそこの伝わってきたものとしてはやっぱり守り続けたいですよね。山から山へ、木を求めながら移動してきた、そういった私たちの祖先は民族でした。つい最近の話ですよね、近代的になったのは。でもここでやる作業自体は1000年も前と何にも変わってない。で使っている刃物もその頃と同じものを使っています。丸って結構単純な形なんだけど、その中にこういろんな変化をもたらすことによって、まあ、最近でもなかなか斬新なものができたりとかするので、奥は深いかなっていう、そんな風に感じています。小麦粉と水と空気が混ざってるんですけども、手打ちですと程よく気泡が残って、その気泡に味噌が染み込んで、味噌の海苔がいい麺になります。この手打ち、あと味噌の、秘伝の味噌、そういうものは全て昔ながらの技法を全て息子たちもまたその次の代も受け継いでいてほしいと思ってます。本当にこの徳川家康の時代からのこの八丁味噌から始まって、やはりああいう戦国時代兵隊の人たちが生き延びるためのこの命の味噌団子、やっぱりそれがずっと名古屋の味になってきてるのかな。